とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー周回中にいいやつが出てきましたね。テンペストナイフではありません。横の防具2つ。2つともね、結構いいのよ。まず、フロストアーマーがね、クールダウンついてる。で、雷フォーカスがついてるんで、なかなかいいんじゃないですか。で、黄金で、まあ、1だけども、毒フォーカスもついてます。で、ゴーストキンドラー。これが、クールダウンがついて、あとはちょっと微妙なのかな。でも、クールダウンが、263の防具につくのは結構珍しいと思うんで、悪くないよね。一瞬だけ霊体になる、能力がついてます。どっちにしようか。多分、フロストアーマーの方が、演者的にはいいよね。まあ、ドークフォーカスは、ないよりもマシぐらいな感じでついてます。で、クールダウン。で、雷フォーカスでしょ。で、一番左が、防護にするか、素早さを上げるかっていうところでしょうね。フロストアーマーが多分、使いやすいと思います。まあまあ、俺がちょっと試しに使ってみて、いらなかったら配ってもいいしね。悪いやつではないと思うので、ちょっと今日はこれ、フロストアーマー、使ってみましょう。どんな性能かな？それでは使っていきましょう。シーズンチャレンジのレベル3のところですね。フロストアーマーで、防護、クールダウン、稲妻フォーカス。これをつけてきてます。さあ、どんな感じになるんでしょう。アーティファクトは、羽、カバンです。雷フォーカスが入ってるんで、カバンとの相性はいいと思うんで。全然使っていける。全然いいよ。火力出せる。し、防御力も 35% 軽減がついてるし、さらに言うと、防護で 15% アップしてます。耐久力は抜群だね。抜群に強い。全然使っていけるやつなんだけども、ナイトモードになっちゃった。でも、足のね、速さ？これがやっぱり、俺は慣れないな。ちょっとね、ずっとイカを使ってると、このね、足の遅さにね、慣れないんだよね。常に足が速い状態なんで、もうなくなっちゃった。もうなくなっちゃったよ。マジか。これ矢を増殖していかないと、とてもじゃないけど、使っていけないね。いや、久しぶりにね、機械仕掛けの、ショート棒でのカバンビルドやったけど、これはさ、矢の消費量が半端じゃねえわ。加速がついてるから、もうどんどん矢が速くなるのよね。確かに火力は出るんだけども、もう矢の消費量がもう半端じゃない。これ使うならやっぱあれだね。絶対、お、危ねえ。無限が欲しいところだわ。パープルストームどころの話じゃない。この矢の消費量、そうかそうか、こんな感じだったか。すごいね。いや、強いね。強い。耐久力があるって、やっぱり強いわ。と、この機械仕掛けと合わせるとやっぱ、カバンビルドって強えな。強いわ。ただ、矢がね、ものすごいスピードで、なくなるのよね。これ、パープルストームの3倍ぐらい、矢がなくなるんだよな。そうか、それで俺確かね、使わなくなったんだよね。パープルストームの方が、燃費いいし、いいかと思ってたけど、今、矢を無限増殖できる状態なんで、なんとでもなるね。もう全然火力上げていった方がいいわ。とんでもない。し、やっぱりね、この耐久力 35% 軽減プラス、あと防護っていうのがいいわ。すごく使いやすい。耐久ができるんで素晴らしいな。
結構道中敵もね多くって、やばい時とか結構ありそうだったけども、 HP そんなに減らない。耐えるもん、耐える。あの変更とか来た時でも全然耐えてね、戦っていくことができるんで、これは意外と良かったな。さあ行きましょう。このままちょっとクリアしようかな。6個全部ゲットしてるね。あーやばい、さすがに死ぬか。あ、いやいや、むやみに突っ込んでもまあ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 なんとかなるレベルではあるか。いけるぞこれ。しかしこの矢の速さよ、これこれ。もう矢がね、このミッションで3000本ぐらいなくなったね。はい、まあ、とりあえずクリアしましょう。はい、ということで、フロストスレイヤーが出ましたね。もう一個はツインボーでした。今日はこれフロストアーマーゲットしてみましたので使ってみました。毒フォーカスが効果あるやつはまだ使ってないんだけども、まあ、エンチャントの防護クールダウン雷フォーカス、これは意外と良かったです。耐久力もあるし、あ、そうか、霊気を持ってるから敵の動きが若干遅くなってたんだ。そうかそうか、結構耐久の防具になるので、使い勝手は素晴らしく良かったと思います。まあ、うん、使わなかったら配ると思うんでよろしくお願いします。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。